こんにちは、あるいはこんばんは、ゆわんどいっちょです。今日はですね、近頃はね、ネタ不足でね、死んじゃいそうなんでね、コメントから拾ったコメント内でいただいた質問にね、お答えしたいと思います。はい、これですね、整体師を目指したきっかけって何だったんですかということです。特にないんだよね特にないじゃないんですよね。目指し お母さんの肩こりだったからよく揉んでたぐらいですよ。よく揉んでたのと、あとタフだったからずっと揉んでられたみたいな。はい、まあ、今考えればど素人にも程がある施術内容ですけど、施術とも言い難いですよ。ただの肩もみ、肩たたきレベルに近いです。あと足裏もやらされてましたね。それでお母さんがその気にさせるためにめちゃくちゃ僕を褒め散らかすので、そうってなったって、あんた整体師になった方がいいと、そうって、はい、僕別にそうっすね、まあそうですけど、なんか理想はね、こうやってピッ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 ってクリックしたりするして、お金が何千万とか何億円とか動く仕事したいです。なんか体使いたくないです。なんか職歴の前質問があったから答えたところあるんですけど、どうもね、まあ現場でね、昔そのビル建てたりしてたんですけど、まあ言うたガテン系で汗だくじゃないですか。もうめっちゃ嫌だったんですよ。で、まあ、いろんな仕事しましたけど、サラリーマンもやって、サラリーマンってなんか楽そうなイメージだったんですけど、サラリーマンやってもね、なんかその接客営業代行業っていうなんか仕事で、こちらの会社の社員を名乗ってこちらの会社に行く実は第三者みたいな、そういう仕事だったんですよ。でそのなんか運ぶもんがあったりとかして、まあ、結局汗だく、そして整体師やるじゃん、結局汗だく、もうね、ほんと。だからね、こう、ぺちゃぺちゃっと喋って、話が成立して、とっても面白いって言われる、YouTube 一本で生きてたいですよね。まあでもね、整体師に目指すきっかけなんかはね、まあ実際にはどうでもよくて、結局こう、人の役に立ってることが実感で味わえるっていうのは、まあ、
中毒ですよ、もう仕事中毒になっちゃいましたよ、そのせいで。はい、そんなとこじゃないですかね。だからきっかけよりも現在とか、そのなんか実感、人のためになったっていう実感とかの感覚が一番今につながってるのかなと思いますよ。はい、まあきっかけは些細なことですよね。だから変な話、動画見て整体師になりたいなと思うのもきっかけだと思うし、うん、まあだいぶうちにさ、その芸能人の人とか来てるじゃん。で、それを見て俺も芸能人に整体したいとなったと思ってですね、そのまま目指すのは勝手なんですけど、まあ、その後やっぱりこう人に喜んでもらえてるかどうかっていうのが一番の、やっぱ続ける上でっていうか、より腕を磨く上で重要なとこなんで、はい、きっかけよりもその後ですね、なってから湧いた実感の方が今までやってこれたことにつながりますね。こんな中でも、こんなコロナ騒動の中でも、うん、お店を畳まないでほしいとか、もう亡くなっちゃったら困るってすごい患者さんから声をいただいててですね、まあ、自分もこれで借金を背負っててもやんなきゃいけないなみたいな状況になってるわけなんですけども、それでもやめたくないぐらい、まあ、必要とされてる実感がそこにやっぱ強くあるだろうなって思ってますということです。ご理解いただけたでしょうか。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。キモ